次は一直線のコースだけど、まるで綱渡りみたいね。ひぃー、下を見るな下を見るな。なんて恐ろしいコースだ。気合と勢いで突破してやるー。おお、いい感じよ。このまま行けば一発クリアだぜ。ちょ、急に幅が。あと一歩だったぜ。ゴール手前の足場がかなり狭くなって、タイミングが取りづらくなるから要注意ね。最後さえうまくいけばこのコースはクリアだな。今度こそ絶対にクリアする。この次は絶対にクリアする。さあ、ウプ主今度こそ頼んだわよ。おい、スタートする前に死ぬってどういうことだよ。あ、今回もやばい。ねえ、ちょっともしかして、何かが原因でリスポーンする位置がずれて、死の無限ループに入ってしまったんじゃ。いやいや、それはないでしょう。何度やっても着地点がずれて死にまくってばかりだったので、仕方なく、仕方なーく、次のコースに進みました。すげえ嬉しそうなんだけど。でもこれってコースが進むにつれて、難易度が上がっているわよね。ああ、そうだった。前のコースに戻ろうかな。ダメだー。このコースはジャンプ台でどんどんジャンプしていくコースなのね。じゃあ、これはジャンプなんてレベルじゃねー。一気にゴールよ。やったー。すげー、ちょうどゴールの場所に落ちたんだぜ。さあ引き続きどんどんクリアしていくわよ。おいおい、今度は足場が氷かよ。かなり滑りやすくなってるよ。よっしゃー、行くぞー。と、これは準備運動準備運動。あれ、どうして次のコースに来ているんだろう。バグったわね。おいおい、まともにクリアしたのって最初だけじゃねえか。バグらなければいいわね。気を引き締めて、今度こそクリアして次に行くよ。ここは細い道プラス急なカーブの連続がむずいぜ。落ち着いて進めば大丈夫よ。少しでも操作をミスったら奈落の底。いい調子だ、そのまま進め。ああ。もう一度行くわよー。さっきは惜しいところまで行けたんだ。今回は絶対行けるぜ。はあ、手汗がやばい。私たちまでドキドキしちゃうわよ。あと少しだ。よっしゃー、クリアしたー。残り1秒でギリギリ行けたわね。それじゃあこの調子で次のコース行くぜ。ちょ、蜘蛛の巣。この先蜘蛛の巣地獄ね。蜘蛛の巣大嫌い。よし、気を取り直していくぞ。なるべく蜘蛛の巣に捕まらないようにな。大丈夫、まだいけるわ。ここからここから。よし、いい感じだぜ。ぐわー、捕まったー。あと5秒。間に合えー。よっしゃー。やっとあの蜘蛛の巣地獄を攻略できたわ。めっちゃハラハラしたんだぜ。ってことで今日はこの辺で。次ー。何このコース。なんだろう、どう攻略したらいいのかな。おそらくあそこまで飛んでいかないとダメだよな。うわぁ、TNT。わかったわ。あの TNT を掴んで向こう岸にぶん投げるのよ。何のために。これは TNT の発射台で、うまく発射される TNT に乗って向こう側に行くんだろ。うわぁ。おぉ、ほんとだ。で、ここからは自分の足でゴールに向かうんだね。ここもまた穴ぼこだらけで危ないぜ。ふぅ、めっちゃ惜しい。TNT ジャンプは大丈夫だとして、ゴール手前のルートを考えて進まないとダメね。よし、もう一度挑戦だ。成功か。やったー。問題はここから先よ。私ここまでやってきて気づいたことがあるんだけど、制作者さんってド S だよね。ええ、こんな鬼畜コースなんてそうそう思いつかないわよ。このジャンプ台だってすげえ登りづらいもんな。人間を苦しめるありとあらゆる手段を知ってそう。ここは何としてもクリアしてやりましょう。ああ、コツさえつかめばクリアできそうだ。それでは行くぞ皆の衆。届けー。よし、あとは走るだけだぜ。行くぞー。今度こそ行くぞー。あ、これ届かないかも。おお、ギリギリ届いた。しっかり助走をつけて。あともう少し。じゃそっちは。うわ。絶対、何が何でも必ずクリアしてやるわ。ぐはー。さあさあ84回目の挑戦です。あ、やばい、距離足りなかったかも。一番遠いところに着地できたぜ。ウプ主、ここからが勝負よ。了解、集中集中。やったー。長い戦いだったわ。ああ、本当にクリアできてよかったぜ。よっしゃー、この調子で行く。ちょ
ちょっと何よ、このコース。スタートしたら真っ暗で何も見えないじゃない？落ちる瞬間にコースの形状を記憶するしかないんだぜ。散歩歩いたら忘れちゃうウープ主に記憶させろって。コケコッコー。乗らんでいい。たくしょうがねえ、これがこのコースの地図だぜ。最初に3回ジャンプが続くのか。その後は右に曲がって左に曲がるのよ。この先また右に曲がったらジャンプするんだぜ。よし、ゴールはもう目の前だ。二人ともありがとう。特上うなぎおごりね。え、あれ、もう全クリじゃなかったっけ。そうね、全クリね。まだあるわ。これもまた鬼畜だね。見ているこっちもヒヤヒヤするぜ。だんだん足場が狭くなっていく。足場が狭くなってないと思えばなんてことないわよ。思えねえよ。このコースはタイミング命だな。あと、助走のつけすぎには要注意だね。慎重に慎重に。問題はここからよ。焦らないようにね。さあ最難関来るぜ。惜しい。そろそろクリアしたい。私もくたくたよ。これで決めるつもりで頑張ろうぜ。ウプ主、ここからよ。さあ次のコースも頑張りましょう。今度はオイラに乗っていくんだよ。これまた随分と凝ったコースだな。馬に乗ったことないから不安だけど、こんな感じでいいのかな。おうよ、なかなかうまいもんだぜ。やっぱ今の発言撤回。ごめんねー。私なんか馬に乗ろうとしたら振り落とされるけどね。論外だな。今度こそこの馬さんのためにもゴールするわ。お、よろしく頼むよ。それにしてもあんな高い柵を軽々と、馬だけにすごく言わせねえよ。ゴールまであと少し。大丈夫、落ち着いて。よっしゃー。うまかった。次のコースは少し特殊なコースみたいね。なるほど、エンダーパールを使ってワープしてゴールを目指すんだな。これまた狙ったところに飛ばすのが難しそうだね。それに時間制限があるから焦るわ。でもうまく進めてるじゃねえか。ああ、惜しいわ。このコース、なんかアスレチックって感じじゃなくて、新鮮で面白いかも。確かに、これなら私でも寝ながらできそう。舐めてやがる。手前に飛ばすと落下しちゃうから注意ね。狙いを定めて。ラスト。おお、成功した。余裕のゴールね。張り切って次行ってみよう。なんか真ん中通るの怖いから横走ろう。空中に浮かんでるブロックがすげえ怪しいな。頼むからこのまま何も起きないで。ゴールまであと少し。いけー。大丈夫だよね。はあ、よかった。これが最後のコースだぜ。透明ブロック。あ、クリアできちゃったわ。おお、綺麗な虹色だ。これまた不思議な部屋に出たわね。ああ、なんて派手な部屋なんだ。レベル1、レインボー。なんか始まるぜ。なに？もしかしてこれがアスレチック？ああ、そうだろうな。きっと着地地点があって、そこをうまく踏まないとダメなんだよ。ピラミッド状になってたよな。よっしゃー、今度こそうまく着地してやりましょう。うわぁ。やったー。思いっきり失敗してんじゃねえか。ああ、惜しい。ああ、その先もあったー。今度こそー。いけー。その調子だ。まだ続く。ひー。終わった。やったー。ついにクリアできたよ。ああ、めっちゃスムーズに降りていったぜ。もう思い残すことはないわね。あ、これまだレベル1だよ。ああ、そうだった。危うくこれで帰ろうとしちゃったわよ。よし、次のレベルもクリアしてやる。おー。じゃあ、だけー。お助けー。助かった。一体どうなってるのよ。レベル2、クリアしました。なんつー高さから落ちてきたんだよ。もしかしてこのアスレチックは高いところから落ちる系が多いのかしら。高所恐怖症にとって地獄のようなアスレチックだよ。って言ってるそばからー。ひー、なんだよこれー。本当にこの制作者さんは落としたがりね。きっと日頃の鬱憤が溜まってこのアスレチックを作ったんだよ。多くの人を高いところから落としてやろう。キャッ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 キャー。制作者さんだいぶ疲れてんな。今度こそ成功して次のレベルに行ってやる。もう一回。なんかこれ、当たりのマスに入ると下に行ける仕組みみたい。うわぁ、すげぇ緊張するな。大丈夫よ、この私の女の勘があればクリアできるわ。さっき散々死んだだろうが。よし、奇跡的にいい感じで降りてってる。はぁ、怖え。行くわよー。
お、終わったか。終わったね。はぁ。アスレチックってこの緊張感と達成感が何とも言えねえよな。うん、難しいけどクリアできた時の喜びは大きいね。今日も最後まで見てくれてありがとな。みんな、用意はいいか。それじゃあ今日も闇闇じゃんけん張り切っていくぜ。最初は、グー、じゃーんけん、ポン、あっち向いてー。ほい、マイクラのアスレを侮っちゃいけないってことだな。それじゃあまた次回も勝負しようぜ。